病気や老化の元になると言われ、最近注目されている AGE 終末糖化産物。体内に蓄積されることで、お肌のシミやシワの原因になるだけではなく、認知症や心筋梗塞などのリスクも高まるそうです。本日は AGE の蓄積を防ぐための食材や調理方法などメディアを対象としたセミナーが開催されます。今日本というのは世界でも類を見ない長寿国でございます。で、さらなる深刻なですね、高齢社会といったものが確実に訪れるというふうに言われています。先日閉幕しました今国会におきましても、年金の問題、そして話題になりました2000万円貯蓄の問題ですね、そういったものが大変大きく議論としてなされておりました。この高齢化社会、というところに向けて、人生100年時代というフレーズなんかもありますが、国民にしてみるとですね、ますますやっぱり老後への不安、将来への不安、こういったものが高まってきており、まさに今国民の最大の関心事と言ってもいいんじゃないかなというふうに思っています。そんな中で今結構注目を集めているのがですね、健康寿命というワードでございます。平均寿命がどんどん伸びていく、そんな中で、でも健康寿命そのものが伸びていかないとですね、それはすなわち医療費あるいは介護費、そういったものの増加につながってですね、それこそ2000万円あったって全然足りんわいと、こういう話になるわけです。で、これからのやっぱり高齢化社会、この健康寿命をいかに伸ばしていくかというのが非常に大きなテーマになるというふうに我々は考えています。ではこの健康寿命ってどうやったら伸ばすことができるのかな。我々一番大きなですね、要素と考えているのはやっぱり食生活、食習慣、これが非常に大きく関わってくるんじゃないかなというふうに思っています。キノコにはですね、まだ知られていないいろんな機能性がございます。ただ残念ながらなかなかそれはまだ認知されていない、我々はですね、まだ知られていないそういうキノコの機能性、これを消費者の皆さんに正しくお伝えして、そして理解をいただいて日常の食生活に取り込んでいただく、ぜひそういう役割を果たしていきたいと、そんなふうに考えています。一体全体、老いってのはどういうことで起こってくるんでしょうかということでございます。若い頃できていたことがなかなかできなくなって、なんだか疲れもたまるというのが一般の方々の認識かと思いますが、実は最近分かってきたこととして、どうも老化っていうのはツケとして AG っていう物質がたまってくることで起こってくるんじゃないかというふうなことを示すような証拠が次から次へと出てきています。じゃあ AG って何かということでございますが、これは糖まみれになって働きが落ちたタンパク質のことでございます。どうもタンパク質ってのは糖がこびりついていって機能が落ちるんだと、そしてもう役立たずになった慣れの果てのタンパク質の総称を、これ以上糖がこびりつくことができないほどこびりついちゃった物質、終末糖化産物と呼び、英語で AG というということでございます。そしてこの AG どういう状況でたまってくるかと申しますと、私が専門に見ております糖尿病患者、血糖値が高い患者さんで、当然タンパク質にどんどん糖がこびりついてまいりますし、仮に糖尿病がなくたって長いこと人間やっておりますと、糖とタンパク質がくっついて体の中につけとしてたまってくる AG は増えてくるわけでございますので、実はこの AG と申しますのは糖尿病患者さんに限定した物質ではなくて、実は年とともにたまってくる、なんと老化物質だということでございます。AG をシャボン玉のように包み込んで体の外に取り除くような物質の開発に10年がかりで成功して、これはがんの例なんですが、大きくなって転移したがんも小さくなります。動脈硬化もメタボも腎臓の病気も全部良くなるということで、これを近々に患者さんのレベルに上げていきたいというのが私の目標ではございますが、なんといってもこの薬を臨床の場合に上げていくためには、いくつものハードルを超えていかなきゃいけないんで、
手近にあるもので、食べ物で我々の健康を担保して、健康寿命を延伸させて、そしてまあできるだけ充実した人生を歩んでいくためにいただいていくためにはどうするかっていうと、栄養をこう食べてもこう吸着されにくい、例えば毎日ステーキ食べるんだけど、ステーキの悪い部分だけは美味しい思いだけはして、その AG が吸着でして体の中に入ってこないような素材がいいんじゃないかな。代表的なものはキチンキトサンでございます。でこれはですね、何に一番多いかっていうと、カニの甲羅にあるんですね。でどんなに歯が丈夫でもカニの甲羅はさすがに食べれないですよね。ですからまああえて言うと桜エビなんかにはあります。そして実はキノコ類に多いんですね、これで、私がまあ調べたところ、舞茸にも入っておりますし、特に雪国舞茸の場合は普通の舞茸よりも食物繊維も多いということで、まあ、こういったキチンキトサン食物繊維といったようなものが、食べ物の中の AG をまあ包み込んでくれて吸収を阻害するという働きがございます。さらに私どもはこう舞茸を買ってまいりまして、実験室ですりつぶして、まあ、そのエキスを絞り取ってですね、それでまあ試験管の中で実験をいたしますと、舞茸の抽出物があると糖とタンパクがいくらあってもくっつけないと、 AG ができないということが分かってまいりました。別の先生方のデータでは、雪国舞茸を食べるとご飯を食べた後のピョーンと上がる食後の血糖値の上昇を抑えることができると、これは私のところでいう1番目の一つの戦略ですね。食べた時に血糖値が上がりにくい人は AG が少ないという作用もある。そして AG を取らないだけじゃなくて AG を食べても吸着してくれる、そして食べてると体の中で糖とタンパクがくっつくのを抑えてくれるという3本柱があるということでございます。今日はいろんなこうレシピがあると、お手元の資料に美味しそうな、まあ、これ、天ぷらのそうめんとか大葉とチーズの、まあ、挟み揚げとかいろんなものがございます。先生、天ぷらなんか食べちゃいけないんじゃないですかと、チーズと鶏肉なんてもってのほかなんじゃないですかじゃないんです。こういう美味しくて、まあ、そればっかり食べてると弊害が起きそうなものと舞茸をうまく組み合わせてやるということが、私は日常生活の中でうまく AG と、取り組んでいく、まあ、AG と、まあ、やっていく一つのコツなんじゃないかなということでございまして、まあ、AG はこんなに悪いのはもうお話しするべくもないんですが、私どもは日頃日頃、まあ、いろんなところで老けてるということでございますので、まあ、ぜひ、まあ、対策を立てていただきたいということでございます。まずは雪国舞茸の特徴を教えてください。そうですね、当社の一番の特徴はですね、菌床栽培という栽培方法にこだわっている。これ一番の、違いっていうのは、もう自然界に野生しているそういう天然の舞茸、それに近い栽培方法を、まあ、採用しているというところになります。今後の商品展開戦略などについて教えていただけますか。はい、当社は工場がすべて今新潟県に、ございます。でそこから全国に向けて出荷をしているんですが、まずやはり拠点から、の距離の関係とかありまして、西日本、ここが、どちらかというと、まだまだ浸透していないエリアでもあります。また食文化の違いというところでも、東日本と西日本というと、やはりそのキノコを食べる文化の違いなんかもあって、まだまだ西日本では舞茸の馴染みが薄いというエリアでございますので、まあ、今はその西日本の販売強化というところに取り組んでいるというところでございます。こちらが本日のセミナーで提供された雪国舞茸極みを使用した舞足しレシピのお弁当です。天ぷらですとか油淋鶏、肉巻きなど、本当に様々なメニューがありますね。それではこちらの野菜たっぷりのラタトゥーユいただきたいと思います。うん、舞茸のすごくこう深みがあって、トマトの旨味とぴったり合いますね。これ夏にもいいんじゃないでしょうか。食材や調理方法、食べる順番など少し気を配ることで AGE が体に蓄積されるのが予防できるそうです。その代表食材の一つ舞茸をお弁当や夕飯のメニューに加えてみてはいかがでしょうか。